いやー、せつなケンジだよ。私とあいつの24時間戦争第3話です。皆さん、第1話第2話とね、もうこの主人公格の2人の大暴走を見せられた状態で、まだまだ24時間も戦争していないので、どん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 戦争してもらいたいなと思います。今回第3話はね、謎の先輩現れるそうです。そして藤井亮の弱点がようやく明かされる時が来るらしいです。公式サイトの説明文にそんなこと書いとった。ニューゲーム。お小鳥のさえずりから、おお前、かわいいパジャマ着とんな、お前。お前、年の割には、お前。わあ、バカバカ、眠っ。セービちゃーん、起きてる、遅刻するよー。わ、もう世界最強の目覚まし時計かってぐらいにすごいお声を出しやがる。はーい、あ、どんな声やったっけ。はーい、今行くー。確かこんな声だったと思う。久しぶりやけんな。私とあいつの24時間戦争久しぶりに収録するからな。体中いちい降りなきゃ。メガネメガネ、ミッションタイム。メガネを探す。光っとるこれか。てかダブルベッドやん。枕2つあるやん。なんなん、添い寝しょんかな。あねえと赤井ちゃんと2人添い寝しょんかな。これ仲いい姉妹なんかな。なんこれ、昔もらってきた何かのイベントのポスター。ようわからん勉強しか頭にないタイプの人間やもんな。参考書、真面目やな。勉強机。通販で何か買通販で買った何かって中にスネークとかおらんだろうな。段ボールやし、そういうんじゃないだろうな。ゲーム関連の書籍。パソコン Windows 10。ああ、最近は Windows 11 10があるからね。ちょっと一つ片落ちしてるな。明かりがゲームするのに使ってる。あ、なるほど。これ右半分と左半分で分けとんじゃん、これ部屋。ああ、こう見たらなんかちょっとお互いの性格が出てくるような感じじゃないかもしれない。あっ、あったあった、うっ、あったあった。この声じゃほんま、この久しぶりに収録したらかすみちゃんの声どんなんだったっけってなる。さて、下に降りて朝ごはん食べよう。部屋から出る。その前に着替えるんじゃないよ。着替えはやんのこれミッションクリア。着替えは、あー体に響く。はあ、学校だりー毎日会社に行くために毎日は早く起きる俺みたいな感じになってるはあ、おはよう、あかり。おはよう、すみちゃん。早くご飯食べて学校行こうよ。おい、隣のやつ。あ、カップはもう食べてでしょ。それはすみちゃんの分。声は近所に響き渡ったと言います。私とあいつと24時間戦争。放課後、あ、カッパ、え、カッパカッパのこと、もうそれだけだ。もしかして、もしかしてこれだけか、カッパの出番。あ、そうでもなかった、よかった。つい、ついてきとるじゃん。学校ついてきとるじゃないか、お前。おい、カッパ、お前、今後文字、いつくつもりか。そうだよ。飯、うまいもん、飯。働かせる部の神戸からず。だったら、お前にも役割を与えてやる。ちょっと待って、体は降りませんよ。体は降りませんよ。私は、本人に勝たなければならんのだ。いろんな意味でな。しかし、私が15年間、温めてきた必殺技は、あいつに全く歯が立てなかった。必殺技って何のことなんだろう。必殺技？そんなもん出したことがあった？知らんぞ。今こそ新必殺技を開発するときなのだ。
私は三日三晩寝ずに考えた。そしてついに最強の必殺を思いついたのだ。なんだなんだ。今からそれをお前に仕掛ける。え、大丈夫大丈夫、死にはしないってば。それで死んだら保険とかはいるんか。トゥー、いくぞー。すげえ、仮面ライダーみたいなライダーキックを仕掛けるときの仮面ライダーみたいなごとく回転するぞこいつ。おお、必殺カスミキック。名前は普通なんだね。なこれ、青い円が中央の薄い青色に重なった時に中央のボタンをタップ。あれどうですか、音ゲーが苦手なんだろうなっていう印象を持ったでしょう。音ゲーなんかやったことないよ。ぶっちゃけ音ゲーなんかやったことねえよ。太鼓達人ぐらいじゃん、もうやったことあるからさはい、あ、そうかそうか、ギリギリ狙ったけあかんのじゃ。この枠の中に入れてタップすればいいのにって感じなんだ。ギリギリやったよな、セーフとアウトのギリギリの境でやったけアウト側だったんだ。ギリギリアウト側だったんだ。どうだ、聞いたか。わっはっは、どうやら私はとんでもない技を得得してしまったのかもしれん。よっしゃー、これで富士勝てるぞ。うわー、おー、水根、水根は元気でいいな。誰？あ、先生。先生も、あ、地面に足埋まっとんやな。先生？一体いつからそこに？はは、高校生ってのはパワーがあり回ってるからな。うん、そうやって誰にも迷惑かけずに発散するのはいいことだぞ。うん、カッパがちょっと迷惑かかった気がする。いや私一人じゃなくて、このカッパを相手に練習を。ん？ああ、なるほどな。ははは、お前本当に面白いな。受けてる。謎の受け方をしている。カッパが見えてないのか？こいつ、絶対分かってない。そうだ、水根、お前を探してたんだよ。私よ。なんだ？悪いことなんかしてないぞ。空き教室前。ああ、くあ、恥ずかしい。どうした？エッチな写真ばらまかれそうになったのか、お前、先生に脅されたか。教室で必殺の練習してるところを見られるなんて。あ、そうかそうか、そうやな。なんかちょっと中二病チックだったもんな、若干。中二病チェックってわけじゃないけどさ、あんな中二病にかかった患者ぐらいしかやらんもんな、今の年だったら。人生で他人に見られたくない場面ランキングぶっちぎり1位だろう。え、そうかな、もうちょっと見られたら恥ずかしいもんとかあるんじゃないの。脱ぎかけの下着姿で行為中にヒロインに、主人公に男の子に見つかるっていうのは1位ではないんじゃ。そうか、1位ではないんじゃ。今日のところはあいつには帰らせたけど、二度と学校に連れてるのか。ちくしょう。つうか、こんなところに行けって言われても、校舎の端っこも端っこだぞ。何やらせるんだ。まさか最強を決める戦いに、ここに。なんだそれ、バキか、お前。バキじゃないよ。自分がバキの登場人物だと思っとんか、お前は。全然違うぞ、お前。失礼しまーす。お、藤井亮。あ、クソジミ。受け、藤井。なんであいつがいるんだよ。もう一人知らない人もいるし。誰だ。なんかちょっと真面目そうな。どっちかって言ったらクラスでは地味であんまり目立たないタイプそうな見た目しているが。なあ、これから何か始まるんだ。え、お前聞いてねえのか。これから、お、ゆうこ。あ、なんか地味そうって言うだけど意外と明るそうな表情してるな。ごめんなさい、もうメガネでロングヘアってなんか地味っていう印象しかないんです。ごめんなさい、すごい偏見なことを言いますけど地味って印象しかないんです。ごめんなさい。ふう、終わった。答案見せに行くか。答案で、うわー、
ビビった、いるんだったら言ってよ。いきなり表情変わったな、あんた。ギャグ漫画かっていうぐらい表情変わったな。あ、でもこれギャグゲーかな、どっちかって言ったら。いや、結構前から。てかお前が読んだんじゃないのか。誰だこの人、先輩。あ、そっか、そう、もうそんな時期か。1年生の特進生でしょ。特進生、特進。そうだけど、今日の問題は早く解いて帰りたいんだけど。今日の問題、ああ、それは前の教託に。違うわよ。君たちは優秀だから放課後特進クラスで勉強することを決めつけられたわけ。特進クラスか。ああ、確かに学年1位と2位やもんな。認められたってことか。これから毎日1台帰る前に取って帰ってね。すごい悪い顔してる。この人言ってることは普通なんやけど、すごい悪い顔してる。何か裏で、なんかやらかそうとしてる顔だな、これは。勉強だって言われなくても自分でやるし、少なくとも俺に勝てるまではやった方がいいじゃねえのか。グググ、慌てる。おお、学年一の余裕が出ています。なんだてめえ、ちょっと一回勝っただけで調子に乗り上がって。わっ、君ら仲良すぎかよ。リア充爆発しろ。そんな関係じゃありません。そんな送りいただいてっと、私も来た時ブサボだぞ。誰がブサボだって。はーい、一旦落ち着け。あとイチャイチャするな。このリア充爆発しろ。うわ、止め方アグレッシブ。うぶ、ほら仲良くしないとダメだろ。あ、それ武力行使に、武力行使するタイプじゃん。ゆうこ、もしかして名前のゆうこのゆうってさ、優しいって言うかもしれんけどさ、あんまり優しくそうには見えないね。あ、あなた何者ですか。強すぎる。ゆうこのゆうは勇敢のゆうかもしれない。え、あー、そっか、自己紹介が無駄だったね。なんて思うんだろう。表、表、表ではないな。表優子かな。表優子、17歳。生徒会副会長、レスリングで国体とか行ったことあるよ。よろしく。あ、レスリングの多さだったね、今。え、レスリングでどっちかって言ったらさ、相手を押さえつけるってイメージがある。掴んで相手を押さえつけるってイメージあるけど、あ、書き口にタックルだろ。どっちかって言ったらラグビーだろ、お前。表優子、あ、表で当たったんじゃ。確かに表裏なさそうな感じではある。でも、賭けで糸を引いている。裏で何かをやってそうな感じでもある。お、あんたあの、知ってるの？あ、私だ。ちょっとごめんね。もしもし、タイちゃん、どうしたの？え、これもしかしてマフィアか？裏の組織からの、その組織のメンバーからの連絡かこれ。タイちゃんって言うけどさ。タイちゃんって言うけど、もしかしたらスーツに黒いサングラスつけとうタイプのタイちゃんか。なんだよ、お前なんか知ってんの？ん？別に。ごめん、弟を迎えに行かないと。前のプリント取っちゃって。じゃあねー。弟、弟、裏の組織に、裏の組織の人間なの？なんか、あや、忙しい人だな。さてと、俺はさっさと解いて帰るけねーって。うぜえ、いちいち口にすんなや。何気にかすみちゃんもそこそこ結構悪いこと口にしようけどね。ひろこと言うなって感じですけどね。あ、そうだ。おい、フジ、お前私に絶対負けない自信があるんだよな。大名だ。じゃあ今から私に同行問題の早解きショックを受けてたて。早解き？は、くだらねえ。逃げんのか？け、
逃げる？上手してんのか？いいぜ、乗った。負けてベスト書くなよ。ふん、暗殺者はたまたまだってことを任せてやんよ。よーい、どん。長くないですか？よーいって言う人、長くないですか？誰が言ったか知らんけど。トイ。何これ。座標面平面において原点を中心とする半径2の円を C1 とする。また点 AB を中心とする半径 T の円 C3 が C1 に内接しかつ C2 に外接すると仮定する。ただし B は正の実数とする。文章多いな、文章多いな。ほら見て表せ。東大文化、東大、大学でないか。しかもトップの、日本トップの大学でないか、お前。絶対早いやつより早く解く。あんなムカつく野郎に二度と負けてもらうか。RPG になってるよ。RPG になってるよ、お前。なんだろう、あれか。暗殺教室でも当たらなかった、ね、テストの時、試験の時になんかこういうバトルでなんかテスト中の雰囲気なんか表してるみたいな感じやけども、そんな感じなのか。大丈夫、できる、自分を信じろ。いつも通りやればきっと解ける。よし、行くぞ。あ、俺が行くの。見えない壁を突破して迷宮の奥へと進め。やめて俺、結構、あ、そんなに俺高校の時の学力そんな高くないから。お前なんだろう、俺数三とかやったことないです。数 C とか取ってないけど分からん。うおおおおおい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 、なこれ、なこれ、え、どうした、何お前、そんな反射神経動体視力とか使うような問題出し方やめてよお前。なこれ、え、なんで書いとった、なんで書いとった。今度はさっきより大きい。でもやることは変わってない。いくぜ。うわーわー、迷路になっとる。すっごいいやらしい出方する。すっごい被害いやらしい出方するな、お前。こっちか、よいしょ。問題こうちゃう、こっち行って、こっち行って、こうか、こういう感じか。オッケー、よし、できた。次の証文、急げ急げ、急いでかつ丁寧に。間違えたときはすぐにここに行って仕切り直そう。ゴー。あ、そういう感じ、パズルか。次、どういう感じこれ。スイッチ、これ起動したらどうなる。すでに起動済みです。何の話だ、何の話をしてるんだ。あ、これがこうなって、あ、別に謎解きでも何でもないわ。敵のやっとったらそれなりにできるよね。謎解きでも何でもなかったわお前。よーし、あと少しできた。え、あー、はあ、嘘だ、嘘つくんじゃねえ。嘘なんてつくわけねえだろバカが。さて先行に店に行ってくるか。結局お前は俺より頭悪いんだよ。よーく分かったな、クククハーヒフーヘホクー。あー、なんでなんで、こんなのおかしいよ。ずーたに決まってる、早すぎだろ、認めるか。お前の方が騙しだって認めるか。すごいアグレッシブな動きやる。すごい。背筋とかが強くないとこの動きができんと思うよ。夕方、日が落ちる。やべやべ、忘れ物。で、うお、タ
青だる、君大丈夫か？しかも教室大荒れだし、こりゃ一体どうしたの？あれ？私寝てた。使い果てとったよ。寝てた？ワイドだね。いや、そういうのじゃなくて、私はあいつに負けて。うわあ、泣くな泣くな、話聞くからさ、ほら帰ろう。おう、ゆう子の言うは優しいの言うじゃないかって思い始めてきたよ今。